こんにちは、行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、この違憲陳述手続き、この中のですね、聴聞についてお話をしたいと思います。まあ行政手続き法はですね、ほとんどの条文きっちりですね、対策する必要あるんですけど、まあこの聴聞ですね、まあ特にですね、重要なポイントとも言えますので、今回ですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。まあどのようなケースの時に聴聞が必要になるのか、そしてですね、ちょっと21条ですね、ちょっと対策も兼ねて、この条文についてもちょっと取り上げたいと思います。まあこのチャンネルは私が行政書士試験合格した経験に基づいて、勉強方法、試験対策などをお伝えをしております。まあ試験、本試験近づいてまいりましたので、お見逃しのないようにですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。まずですね、この行政手続き法のこの違憲陳述手続き、これはですね、まずどのようなものかということを簡単にご説明します。まずですね、この不利益処分ですね、不利益処分がされる場合、この時にですね、やはりこの不利益処分がされる名当て人ですね、この人に不利益をまあ与えてしまうということになりますので、きちんとですね、その名当て人のですね、言い分を聞いて防御ですね、防御する機会を与えることが必要というふうにされています。ですので、まあ行政庁はですね、この不利益処分ですね、これをする場合は、このこうした違憲陳述手続きですね、これを取らないといけません。これもですね、13条の方にですね、きちんと定められています。そしてですね、この違憲陳述手続きにはまず2種類ですね、2種類あります。で、この今回取り上げる聴聞、それからですね、もう一つがこの弁明の機会の付与というものになります。このあたりはですね、もう復習兼ねてということになりますけど、まあ理解の仕方としては、重い不利益処分の場合は聴聞、そして軽い不利益処分の場合は、この弁明の機会の付与と。まあ、いうふうにですね、まずは理解していただければと思います。そしてですね、じゃあ具体的に、この聴聞ですね。聴聞が必要な不利益処分というのは、どのようなものがあるのかっていうのが、この13条1項1号にですね、記載されています。まず、一つ目がですね、許認可等の取り消し。まあ、代表的なものとも言えますよね。許認可等の取り消し。そして、二つ目がですね、この名当て人の地位、資格をですね、直接剥奪する不利益処分。まあ、これは例えばですね、まあ、日本人と外国人の間に生まれた子供で、帰化せずにですね、日本国籍を取得する場合なんかがあります。で、そうした時に、まあ、そうしたですね、一度取得した国籍ですね、これを剥奪する場合ですね、その時は聴聞が必要ということになります。まあ、それがですね、この名当て人の地位、資格に直接剥奪すると。といった時のですね、例となります。そしてですね、三つ目。これ、名当て人がですね、法人の場合なんですけど、役員とかですね、業務に従事する者、これのですね、解任をする場合、それから、その、名当て人の会員ですね、会員の除名をする場合、といった時も、聴聞が必要ということになります。そして四つ目がですね、これがまあ、行政庁が、まあ、相当と認める不利益処分。こうしたこともですね、聴聞が必要ということになります。そして、この、ここに挙げた4つですね。この4つ以外の場合は、弁明の機会の付与ということになります。まあ、聴聞がですね、必要になる不利益処分ですね。まあ、許認可等の取り消し、そして名当て人の地位資格を直接に剥奪。3つ目がですね、役員とか、まあ、業務に従事する者の解任。もしくはですね、その会員の除名ですね。そうしたこと。それから4つ目がですね、行政庁が相当と認める不利益処分。そうした時も、まあ、聴聞がですね、必要になるということになります。まあ、4つですね、ここ、押さえておきましょう。そして、それ以外は弁明の機会の付与ということになります。まあ、この聴聞に関してはですね、審理の方式とかですね、いろいろと他にも押さえるべきポイントはあるんですけど、今回ですね、この21条ですね、21条をちょっと取り上げます。ここ、まあ、皆さんもうすでに勉強されてご存知ですかね。聴聞ではですね、この当事者または参加人がですね、期日に実際に出頭してですね、意見を述べたり、まあ、証拠書類等をですね、提出したりすることができます。ですけど、ここですね、聴聞の期日への出頭、これに変えてですね、できることっていうのが、この21条に定められています。で、それは何なのかというとですね、皆さん、こうわかりますかね。まあ、ここに記載している通り、聴聞の期日までに、陳述書及び証拠書類等の提出ができるというところですね、押さえておきましょう。まあちょっとシンプルな問題かもしれませんけど、記述でもですね、ひょっとしたらまあ比較的優しめかもしれませんけど、出題されてもですね、まあおかしくないかなと思います。まあその、例えばですね、
まあ、当事者が、まあ、聴聞の期日ですね、出頭できない。その代わりに、まあ、例えばいつまでにどのようなことができるか、まあ、2つ書きなさいと。まあ、といったような問いでですね、問われても、きちんとですね、書けるように、ここはですね、押さえておきましょう。まあ、同時にですね、択一の対策にも、なります。まあ、以上ですね、今回、聴聞について、まあ、基本的な定義の内容、それから、聴聞が必要な不利益証拠の4つですね。それから今回ですね、21条ということで、聴聞の期日の出頭に変えてですね、できること。というところですね、ちょっとご説明しました。まあ、このあたりはですね、重要なポイントですし、皆さん勉強されてると思いますけど、改めて復習兼ねて、対策していただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。まあ、今後もですね、行政書士試験、まあ、本試験に向けてですね、勉強方法、試験対策などお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。